愛、震える愛、それは別れ歌。どうも、ライスゲームズです。よろしくお願いします。さてよ、前回はとりあえずこの一番上のやつをクリアしたんで、とりあえず順番に上から行っていく。何かどうかわかんない。多分一番下はこれやんなくていいと思う感じだもんな。あ？うん。一番下なんやろ？ネクスト。おーりゃ。絶対違う。よし、このサラブレッド隊の戦いを描く新たな外伝シナリオです。これやってみよう。ん？なんだこれ？ガンダム、機動戦士ガンダム外伝。しで、それもいや、やろうやろう。よし、じゃあニューゲーム。先行の果てに。英語読めない、漢字読めないからな。連邦軍本部、ジャブローを発進する第13独立戦隊のホワイトベース隊。それと同様に、第16独立戦隊であるサラブレッド隊も、ジャブローを発進し、地球を離れた。彼らの役割は、ジオン軍の月面基地、グラナダの動向を監視し、サイド3方面へと進行する連邦軍主力艦隊の背後を守るというものだ。これちっちゃ。任務遂行のため月とソロモンの境界に位置すべく航行を続けていたサラブレッド隊だったが、途中敵のパトロール艦隊と遭遇してしまう。これちっちゃ。敵の偵察艦隊はまだ、まあ、この辺は別にいいだろ。ガンダム5号機ハイパービームライフル。ハイパーなん。ハイパーすげえぞ。ハイパーポケモンで言ってハイパーボールとかめちゃくちゃ使われるからね。眠らせてからのハイパーボールよ。全然違うと思うけど、ハイパーボールとハイパービームライフル、ハイパーやからな。アレックス、ポケットの中の戦場とかじゃないよな。トルドロムフェロー行ってくるぜ。トルドロムフェロえ、これな、アニメ、あ、ゲームオリジナルかな、わかんねえな。おお、まあ、いつものこの四角ね。いつものってか、まあ、昨日ちょっとやったぐらい。言われなくてもわかってるぜ。これ上がってるぜ。虫振りがする。なんか声優さんが上田裕二。実践はテストとは違います。落ち着いてください。聞いた限り戦場にいるんだ。落ち着いてなんてやれるかよ。聞いた限り上田裕二。トルドチームの子だと思います。了解した。まずは無罪を落とす。遠いな、無罪遠い。まあでもガンダムと同じぐらい強いだろ。やってる。あー、ちょっと待って、このザクどもが鬱陶しいな。と避けながらね、ちょっと当たるけどな、どうしても。やり楽勝だぜ。ゴールド注意、あまり前に出すぎるな。しっけ、変敵出てくるな。このままに通信できない。ロゼだ、エンタコースのテストだ。ダメです。先ほどのミサイルに何か高熱な粒子が仕込んであったようです。レッコメ艦を移動してくれ。敵を確保するんだ。うわー、突撃してくれな、こいつら。油断したか。くー、もう HE ギリギリじゃん。あ、攻撃力やっぱあれやな、ガンダムより低いな。めちゃくちゃ低いな。いやー、リズムが死んでる。ちょっと敵強いな。ちょっとあれやな、四角でなんかいろいろなんか狙うのやめとった方がいいな。一匹をとにかく撃ちまくったらいいな。結構難しいぞこれ。そうか、ファーストガンダムはやっぱチュートリアル的な感じだったんだな。こっからが本番って感じなんだな。四角だけじゃ生きていけれんわ。よし、四角、四角長押しね。長押しじゃちょっと厳しいわ。連打しないと。連打言われなくても分かってるぜ。あー、むしゃぶりがする。でもとりあえず戦艦はこの四角のこの長押しでいいと思うんだけど。とりあえずブーストで。了解
スタートって、まずはムサイを落とす、ムサイをボッコボコにしよう。ちょっと遠くで離れながら、でちょっと避けながらやっていこう。ちょっとザクが鬱陶しいわ。まあ所詮はザクさ、これ打ちまくってしっけ。やっぱ真ん中狙った方が食らうんだろうな。うわ、あの敵ウルモン、こいつら鬱陶しいな。でも結構ダメージが生きてなくていいね。うわ危ない危ない、いいよいいよいいよ、うまい、全然食らってない、食らってないのマジ大事だから。いけ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 、これ当たんない当たんない、どこ狙ってるんで。ちょっと細かいのが、ああ細かいのがうっとうしいんだよな。ちょあいつやべ、くーよし、まず一気やるな、よし君、くー弾がなくなると何もできなくなっちゃうな。あぶね、マイナーチェンジなんかで通用するもんかよ。あれもう敵いない、どこだ、あ、まだおるやん。おっと、当たりだよ。 OK、 うわいつの間に避けながら、よし、もういないか、お、まだおる、くぅ弾がない、三角がね、当たるんだよ、あーくー、どこにいるんだよ、しっかり L2 をとにかく押しまくった方がいいな。あーでもちょっとこれ敵多いな、これ四角を連打で、四角はあれなんだよ、弾弾数使わないからいいんだよ、ね、でマップをちゃんと見ながら、お、よけるね、お、いいね、あーくー、なんか突入しながら撃ってるな、あいつら地味にだけ食らっちゃうんだ。うわぁ、よし、OK、 敵、精密確認しました。うぅ、結構食らったな。 G04、G05、戻ってください。結構最初良かったのにな、全然食らってなかったんやけど、だいぶ食らっちゃったな。精密した敵艦隊から月およびソロモンに対し通信が行われた形跡ありません。どちらにしろ定時連絡がなければ敵は動き出す。モビルスーツ隊の起動完了と同時にこの中域より離脱する。やっほー、浮かれるな、ホルド注意。わ、これアニメであるんだろうな、俺これ見たことないわ。ガンダム結構見たんだけどな。いやでもね、無料で見れるのが割と少ないんだよな。ガンダムとゼータガンダム見たんだけど、ダブルゼータ見てえなと思ったら、見れないんだよな。月とソロモンの間を航行していたサラブレッドは、月のジオン軍基地、グラナダ方面からソロモンへ向かう艦隊をキャッチした。連邦の宇宙艦隊がソロモン方面に向け進軍中であることを知ったジオンは、宇宙の各拠点に戦力を分散していた艦隊を集結させ始めたのだ。これに対し、後方の敵に戦力を割くことのできない連邦本部の下した命令は、サラブレッド隊のみで発見した敵艦隊を強襲せよというもの。厳しい、俺たちだけで頑張れみたいな感じよ、単体を。無理、普通なら、普通ならボコボコにされて終わりよ、物力で。ただ俺、こっちには俺がついてるんで余裕です。まあ前回ちょっと、前回というかさっき負けたけどな、一回さっき一回負けちゃったんだよな。普通にやられるからな、あれっつってから。さあ行くぜ、ここ飛ばせんかな、いちいちめんどくせんだけど。でもなんでところどころ赤なんだろう、赤とか白とかって敵が狙われやすいから。ホルドロムフェロー行ってくるぜ。よくないんだよな。まあ、あんまりにも強い人だと白とか赤とかの方が、あの味方からの攻撃を受けないっていうメリットがあるんだよね。えい、避けながら行くよ。もう左上のところのギリギリまでちゃんと狙ってね。弾幕を張れ、ミサイルも撃ちまくれ、撃ちまくれ。とりあえずやってやりまくって、
方のモビルスーツ仕掛けられるか。うわー、あ、まだ俺これ先倒してんね。うわ、ちょっとこいつを先に、よし、オッケー。したらちょっと撃てないんですよね。いつでも呼んでくれ。よし、オッケー。ふぅ、当たれ。あそこが遠いな。うわお、危ない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 。あのドムたちが鬱陶しいからな。ドムを当てつつ、戦艦の後ろのところも当てつつ、あと残り1。四角使うか。そしたら四角ならね、弾数減らないから。オッケー、発進する。モビルスーツ時間を稼げ。よーし、そしたら奥ね。結構敵出てくるな。危ない。落としておくか。さっきこいつを倒したのに、敵、なんか敵、うわお、やべ、めっちゃ食らっちゃった。やめて、痛いよ、結構食らう。ちょっと左が見えない。撃ちまくれー。あ、弾がない。あ、下のドームが撃ってほしい。これ弾数ちゃんと考えられてるな。12ちょうどいいわ。この四角ちょっと弱いんやろうね、ダメージ量が。よし、オッケー。うわ、敵殲滅確認しました。 G04、G05。 これ時間帯なんだろうか、それとも HP のダメージでランクが決まるんかな。グラナダ方面に新たな艦を多数確認。ルートからすると敵艦隊の移動目標はソロモンではなく、あ、バオクーだと思われます。そちらが本命か。まさかこうもあっさりソロモンを切り捨てるとはな。艦長、どうするんですか。ガンダム2機の補給と整備を急がせろ。またすぐに出てもらう。 G04、G05、G04、G05、 補給が終わり次第発進準備願います。まったく人使いが荒いぜ。今の状態ではまともにやって勝てる相手じゃないな。どうするんだよ、それでも戦うしかないだろう。あれを使ってみるか。お、ランク A、 いいね。あれを使ってみるか。ホワイトベースだけど緑なんだね。これこのアニメちょっと見てみたい。アニメ見るのはいいんだよな、別に仕事中でも見れるからやっちゃいけないんだけど、やっていいんだけど、全然やっていいんだけど。宇宙要塞アバオアクーに向かって月面基地グラナダを発進した敵艦隊。サラブレッド隊はこの艦隊を少しでも消耗させるべく襲撃を計画する。しかしここまでの強行軍によるサラブレッド隊の存亡も極限状態であった。この計画の中でガンダム4号機のパイロットルイス・カッセル中尉はメガビームランチャー、もう話読むのうっせえし声ちっちゃいから飛ばすわ。とりあえずなんかメガビームランチャーを使うか、アダコーダの話。敵艦からモビルスーツ。さすがに毎回奇襲が成功するというわけにはいかない。さあ行くぜ。ガンダム4号機の狙撃ポイントを確保し、ガンダム4号機を近づけるな。ジェネレーターの出力が上がるまで少し時間がかかる。ガンダム4号機、あ、青いやつか。頼むぞ。フォルド注意、発射準備が整うまで G04 の支援をお願いします。 OK、 任せとけ任せとけよ、シュエダ・ユージだよ、声優さんは。あいつら全員倒すの？スペースボイドの自由のために。なんか急に出てくるやメインジェネレーターの臨界となる。避けながらかっこよく戦う。あ、いいよね、操作性がマジでいい。ほらほら
はい。あ、ちょっとこれこれ。おお、すげえ、上腕来てるよ。シェイ、これかっこいい。いいね、遠く離れた時が一番いいな。外部パックジェネレーターを起動してください。これ危ないぜ。あたらあたら、うん、オッケー。いいね、超楽しいんだけど、やっぱボコボコにできるのいいね。せい、お、来たか。メガビームランチャードライブ成功。メガビームランチャー準備 OK だ。絶対かっこいいやつやん。頼むぜ、当たってくれよ。いけ。当たらんとかあるの。強っ。戦艦一発やん。なんでオーバーヒート。ブース注意、応答してください。ブース注意。ボロボロやんか。敵艦よりモビルスーツ発進。ガンダムの攻撃、今は戦闘中だ。目の前の敵に集中しろ。あの爆発を見なかったのかよ。目を覚ませ、オールド注意。我々の任務を忘れるな。ブース注意の作戦を無駄にしなきゃ。機体座標はトレースできています。ブース注意を助けるためにも速やかに任務を完了してください。お願いします。フォルド注意、敵艦隊に動きあり。大規模な反撃が来るかもしれません。持たない。敵攻撃部隊の殲滅を確認。よし、敵本体が体勢を整えつつあります。これいいやろ。直ちに G04 を回収して戻ってください。生きてるかな、大丈夫かな。誰か知らんけど。ルース、ルース。 B だと、結構スムーズに敵倒して、そんなにダメージ食らわれたのに B だと。うわ、これ裏でやりてえわ。裏でちゃんと S ランク級を取りたいな。これめっちゃおもろいわ。このゲーム最高やな。やっぱ子供の時にやったこのゲーム、やっぱ超おもろいわ。星1号作戦が発令され、連邦軍の宇宙艦隊の、これでアーバー枠に行って、ガンダム4号機を失ったから修理と補給をやると。でソーラーレイにより、将軍が死んだと。あいつが殺したもんな。んで、特に、あ、で、こいつを送ったら、もう戦争が終わるみたいな話ね。OK です。はい、なんと分かりやすい。分かりやすいだろう。よく分からん、このなんかもう、説明、詳しい説明とかいらんから。とりあえず、あいつを護衛するような感じなのかな。G05、フォルト、行く。さあ、やっていきますか。あんたの分まで。ただ死んでんだよな、あいつ。ムービーがなかったけど。ちょっと HP を見ながら、結構食らってるな。いっとしいな。あいつ強いな、なんであんな。くそ、狙いが定まらんのよな。とりあえずあれ倒しちゃう。しかしこちらも負けられない。なんこいつ強い。これ、あ、これ敵ボスか。勝て、超勝て。よし、オッケー。
慎重に。こちらサラブレッド。残念ながら。なんで結構ゴリゴリ攻撃しとったんやけどな。マジかよ。敵強っ。なんか敵強いな、なんで？あんたの分まで。ちょっとあれだな、先にモビルスーツ破壊した方がいいか。モビルスーツ破壊したいけど。カメル。もうエチケットなんだけど。もう終わってるやん。強っ。何これ、急に難しくなったぞ。敵殲滅を確認。ギリギリ帰還してください。今の敵はアバワークー方面から来ていた。いよいよジオンも追い詰められたということか。ルース、もうすぐ戦いは終わるぜ。B、ランク B なんだ。めちゃくちゃダメージ食らったけどな。ランク B が一番下なんかな、もしかしたら。すっげえダメージ食らったし、すげえ時間かかったな。ジオン国内にも、ダルシウス、ダルシア首相は、ああ、やっぱ護衛ね。護衛で月に行くと。護衛で月に行くだけ？いや、さっきのところ難しかったな、マジで。クソムズだったんだけど。ギリギリだったかな。なんかサラブレッドの周りの敵ボコボコ殺しまくりよったら、こっちダメージゴリゴリ受けたんだよな。喋れない。あの時僕は喋れない。 G05 フォルト行く。さあ行くぞ。しても守り抜くぞ。さあ持ってきおるぞ。くらえ。そしてガンダムの力を信じて。ああ、俺のすべてをかけて、この戦争を終わらせる。この戦争を終わらせる。さあお前らマジボコすから、名前を組んじゃねえ、組んじゃねえ、組んじゃねえ。しけい。しけい。甘いぜ。よし、うまっ。なんか来る新兵器。この兵器うるさ。今までの敵と違う。こいつちっちゃ。え、こいつ。お、なんの、かっこいいザク。かっこいいザク。なんだこの偵察物は。ゲーター集合。敵モビルアーマーの機種ブラウグロです。ホワイトベース隊との交戦するため、機体と違う位置から攻撃が行えるようです。気をつけてね。機体と違う位置から、ということで。ガンダムはもう倒したんだけど、こいつ。こんなことで、ここは任せてください。くれー。守備は効果を開始しています。スペシャルアタック。周りに敵とスペシャルアタック。防衛目標が敵の攻撃を受けています。援護を。いやいや、しかしこっちめちゃくちゃ食らったんだけど。うおー。しっかり。敵の増援を確認。気をつけてください。G05、損傷増加。慎重に。ジムは健在です。このまま振り切れる。くぅ、ちょっと敵が。生意気だな。一気でも多く道連れに。敵がすごい。防御力が面白くなってきた。やめてー。さらに敵の増援を確認。まだ来るの。やばい、HP がない。やーす。G05 うわ
肩？肩？チベとサラブレッドの残骸を確認しました。サラブレッド隊がおとりになってくれたおかげで、え？本物のダルシア首相を守ることができたんだ。え、そんな話？この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。え？え、これ負けイベント最後？え、アニメでそうなの？え、これ絶対勝ちのやつがあるはず。え、嘘やん。え、ちょ、もう一回やして、もう一回やして、アムロ出てないやん。ちょ、もう一回やらして。それ D だよ、だって死んだもん。死んだもん。え、これもう一回やらして。最後のところだけもう一回やらして。もうセーブしてるやん。もう最後のところだけ。カットして、もうガンガン進めるからさ。ちょ、もう一回。最後、いや、絶対最後のところクリアで終わるやろ。いや、ワンダムー。嘘ん。ちょっと待って。ちょ、各ムービーの。死んで終わりなんてダメだろ。あ？なんだこれ。各ムービー、あ、ムービーか、これか。え、今の何？ストーリーモード全部クリアしたの。すごいね、これ全部見れるんやな。脱出。まあ、この辺のムービーはまだ手に入ってないんだな。まあ、この辺はちょっと調べながらやるか。サイドストーリー。ほら、あるやん、絶対あるやん、これ。これさ、死ぬ方もあるのって、すごいな。あ、もしかしてさ、このストーリーモードもさ、死ぬ方のやつあるんかな？ちょっとテンション上がる。俺ね、これゲームの何が好きかって言ったら、これが一番好きなんだよな。死んだ方、負けた方と、勝った方が両方あるの、すげえ好きの。アニメってもう完全に一通りしかないの多いじゃん、てか多いじゃんっていうか、ほぼそれじゃん。もう少ないわけよ、バッドエンドっていうのをアニメで見せるっていうのは。これがゲームのいいところなんだよな。うわ、なんかムービーいっぱいあるじゃん。うわ、ちょっともう一回やろうぜ。で、これやった後ちょっと調べるわ。コンティニュー、これコンティニューからいけるんかな。最後のところだけエンディング流れんだよ。多分途中からやってくれると思うけどな。月方向とか言うだけ。多分さっきのやつだな。うわ、やりてー、超やりてー。これクリアしたら今回終わりにして、でちょっと調べよう。いや、ちょっと調べる前にあれか、あの、次のモードやろう。次のモードやって、次のモードやって、でトレインやったやつを、攻略サイトに見よう。で、まずはやろう。G05! でも超漏れ。うーわー、これ負けた方と勝ったやつがあるの超嬉しいんだけど。これもしかしてさ、ガンダムとかもさ、なんかニューガンダム手に入った状態でプレイできるみたいなのあるんかな。うん、それでめっちゃテンション上がるよね。ハンデ使えるのみたいな。ファーストで。それはさすがにないか。とりあえずしないように行きたいね。くそ、プレステ2のコードが邪魔。うわ、結構食らっちゃった。うわ、このさ、もうプレステ2のこの優先がこの邪魔、なんかグルーになったよね。どうしようわ。じゃ燃えてんだぞ。こいつら普通じゃない。こいつが普通じゃねえんだよな。ダメージ食らいすぎだもんな。かっこいいやつも来るからな。なんだこのデカブツは。まずは撃ちまく。データ照合。敵モビルアーマーの機種はブラウブロです。ホワイトベースタイトのコンテンツとか。うわ、攻撃が行えるよ。気をつけて。機体と違う位置から。
も負けられない。スペシャルが弱いんだよな。チベア効果を開始しています。なんとか守り抜いて防衛目標の交渉拡大、援護お願いします。ジーゼルファイル交渉増加、慎重に敵の増援を確認、気をつけてください。防衛目標にかなりの被害が出ています。援護。何をしている。防衛目標を指示せよ。一機でも多く道連れに。ああ、チベが撃沈されました。またこのエンディングやん。もう一回やらして、もう一回やらして、もう D になった。わかったわかったわかった。なるほどね。俺が死ぬ前にあれが死んだんだな。オッケーオッケーオッケー。わかったわかったわかった。ちょっと、もうマイケルセーブ戦でいいよ。うわ、これ何回でもやりたいのに。くっそ。うわ、イライラするな、これ。くっそ、もう一回やらせろ。あの、赤いやつに俺、ビームライフル撃っちゃったんだよな、多分。ちょ、もう一回やらして、もう一回やらして。ちょ、もうさ、すぐやらしてくれないかな。いちいちちょっと労働いらんわ。難しいゲームってさ、一つ共通できることがあって、あのすぐに再開できるってことなんだよ。何やったかな、パソコンゲームで I wanna be the guy みたいなゲームがあるんだけど、ロックマン風の 2D のめっちゃくそ難しいゲーム。もう死んだ瞬間始められるからね。もうパン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 の速度で、あの死ねるから、早く、はい、めっちゃ早いよ。パンって死んだ後もうすぐスタートできてみたいな。でもそれも十字キーを押しとったらすぐ死ぬみたいな。フォルト行くぐらい早くスタートできるから、難しいゲームってね、本当に早くできるのがすんごいから、なんとしてもこれクリアしたいわ。サクッとさ行きたいよね。全然当たらんやんけ。でもこいつ来とるやん。こいつ、待ってやつにさらに大量が出た。こんなことで。OK。しかし、エンドはこちらの上と見た。また逆毒を通す。OK。かっこいい。今のかっこいい。ビームライフルパンパンパン、トントントンってビームサーベルで打つ。あ、ビームサーベル持ったまんまのムービーもいいね。よし、まずはグラボロを倒した方がいいんかな。このデカブツはデータ照合、敵モビルアーマーの機種ブラウグロです。ブラウグロ、ホワイトベース隊との交戦地と機体と違う位置から攻撃が行えるようです。気をつけて。機体と違う位置から、スペシャルのやり方があんまり分かってないんだよな。ザクじゃねえ、機動戦の火力の段違いだ。いけなんでや、なんか変なのおるやん。地面が安全圏に離脱、防衛成功です。俺の注意、よくやってくれた。暗い、クリアしたか。守るだけでよかったんだ。アンマンでの予備セッションは成功したそうです。そうか、いよいよこの戦争も終わるな。これがアニメの普通か。ジオン共和国、ダルシア首相を歓迎する。ルース、やったぜ。できればあんたと一緒にこの戦いを終えたかったよ。サラブレッデ、こちらガンダム5号機ホルドロモンフェロー、任務完了、帰還する。宇宙世紀0080。この戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国の間に終戦協定が結ばれた。よかった、クリアできた。めっちゃギリギリだった。もうコントローラーバチ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 、とんでもなかったな音が。ランク B、 ランク B ぐらいしか取れんな。ちょっと時間かかるなこれやるには。ランク A とかはちょっと厳しいな。クリアできてよかった。厳しかったな。もう HP ギリギリ。グラウブローをまずあのスペシャルで無理やり倒すっていうとこから始まるからな。
よーし、そしたらとりあえず今回はちょっとここまでにして、次回は、この下のやつ両軍のエースパイロットたちの激しい戦いを追体験しますのやつからやっていこうかなと思います。